優勝戦一号艇峰ネ太選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。そして今節1500勝達成おめでとうございました。はい、ありがとうございます。まあ復帰初戦での達成となりました。はい。はい。いかがでしたか。え、そうですね。まああのまあだいぶ長いこと4ヶ月かかっちゃって、<laughs> まあ本当に復帰できることがすごく楽しみで、あのでお客さんの応援がもうすごく多かったんで。うんえー やっぱり待ってくれてる人はたくさんいたんだなっていうのを実感しましたね実際にレースしてみてレース感なんかはどうでしたあの練習行った時に、あのー、初めての練習行かせてもらった時にそこまで3ヶ月ちょっと空いてたんですけど、はい、もうターンが、あのー、体が覚えてくれてたんで。 あもう一安心だなってやっぱあの十八年間頑張ってきたやつはそんなになくならないなと思いましたね。じゃあ全くブランクは感じさせない感じでした。そうですね。まあでもスタートだけがやっぱりあの回数が少ないんでやってる回数が、えー、なんであのほ本当に本番思ったより全然遠えてなくて本<ー>節スタートがずっと行けてなかったんですけども、はい、あそれなりに修正はできてきたのかなとは思ってます。えー、なるほど。じゃあ本節はスタート感だけがちょっと課題だったかなといった感じだったんですね。なんかあの景色に自信がないっていうか、<ー>もしかしたら っていうリスクを、なんかああ F2 ぐらいの気持ちで言ってますかね。あそうだったんであの船足に関してなんですが、そのあたりはどうでしょう船足はいいですよ、あの本当によくエンジン出せてるなって、終わす時だったんですけども、はい、あの本当に結構、前傾回った時きよりの底上げ整備もちょこちょこっとして、底上げできてるし、うんはいえ、ここが負けるなってところは、今のところないんで、あそうなんですね、はい、なんであの離れから出足伸び、含めて乗りやすさも含めて、うん、うんはい 結構総合力は多分トップクラスあるんじゃないかなと思いますね。じゃあもう船足に関しては十分納得の仕上がり。そうですね。あの、うん、本当にエンジン考えるともう最初引いた時はこれ苦しいだろうなと思ったんですけども、うん、あのすごい上位級の足になってくれたんで、はい、あの明日もあの外すことなくいけると思いますうん、うん。じゃあ船の帰りなんかも良さそうですか。いいですね。はい。はい。明日調整に関してはどうお考えでしょう。まああの、えー、と気温とか。 がそこまで多分変化がないんで、はい、あので、まあ、このままでもいけますし、微調整でしっかりシンクわせていきたいなとは思ってます、うんはい、それではファンの皆様に意気込みをお聞かせください、はいえー、本当に4ヶ月長い間、えー、待たせてしまって、えー、申しし訳ありませんでした、えー、ここから自分の第2章と思って、えー、またトップになるまで一生懸命頑張りますので明日の一走も優勝戦もしっかり逃げて。えー 今後の峰龍太の応援をしてほしいなと思います、えー、頑張ります優勝戦二号艇堀本和也選手です優質おめでとうございますはいありがとうございます二日目から四連勝としてますいいリズムで来てますね、はい、そうですね四連勝多分自身初めてかもしれないですけどね <laughs> そうなんですかはいこのだけ買った覚えないですあそう はい、じゃあ、カラツとの相性、良さそうなんですかね、そうですね前回来た時も、ね、優勝戦乗れたんで、相性はいいと思いますはい、まあ、準優勝戦もこういい状態ではいけましたかいや、もうハラハラでした、も <laughs> うスタート分からんかったんで、<laughs> そうだったんですか、はい、そのスタートはまあ一節間通してちょっと課題だったんですかそうですね うん昨日の前半のゼロ五も全然安心していったつもりだったんですけど、うん、早かったので、はい、ちょっと感のずれはありましたね。あ,、はい、あそうなんですね。こう思い切って全速ではいけてる感じではあるんですか。分からなかったんで全速で行けたっていうだけだったんですけどね。<あー> <laughs> なるほどですね。はい。船主、はい、に関してはどうでしょう。 出足に関しては二重丸つく足してるんですけど、ちょっと伸びは弱いかなっていう感覚ですね。なるほど、明日はその今の出足を大事に調整していきます。それも今ちょっと一晩考えるつもりなんですけど、うん？ まあ極端な話もうちょっと峰さんがちょっと強敵すぎるのでこれも,もね、うん、あの船券貢献して23着取りに行くようなレースをするんだったら今のセッティングでいいと思うんですけど、はいうん、やっぱり優勝戦なんでね優勝狙うとなったらちょっとセッティング変更する、うん かもしれないですね。なるほど、じゃあもう優勝を目指してといったところですよね。はい、そうですね。二着取るぐらいだったらね、ちょっとチャレンジして一投目指した方が面白いと思いますので。<laughs> そうですね。はい、まあこの素性があまりは良くないモーターではあったんですよ、ねん。あんまりちょっと良くない演技と思いますね。<laughs> まあそれを考えるとこう引き出せているかなといったところはありますか。はい。まあレースしやすいようには調整できているとは思うんですけど。はい。はい、まあ作戦含めてじゃあ一晩ゆっくり。 はい、煮詰めようと思います <laughs>、はい、じゃスタートの見え方に関してもちょっと課題まだありますね、はい、じゃあ明日特訓なんかでしっかり、はいはい、それでは最後ファンの皆様に意気込みを聞かせください、はい、あのぜひ1号艇の皆さんに注目集まりますけど2号艇の僕も少しだけあの船券貢献できるように頑張りますので応援お願いします